はい、こんにちは、スカツです。ということでね、今日もやっていきましょう。いや、今回こちら、ブックオフ購入本、我々の恋愛編、11冊ということでね。いやー、いい本買いましたよ、今回も。やっぱりね、ブックオフでも、久しぶりに、2ヶ月ぶりとかに行くブックオフには、なんか欲しい本いっぱいあるんだよね。不思議だなーって思うわ。 誰も買わないのかね僕が買う本って、どちらかというとね、マイナーな本なんだよね。で、マイナーな本って、意外と売れ残ったりもするのよで。すぐ消えることもあるんですよ。そこのね、微妙な塩梅がね、面白いなっていつも思う。で、今回11冊ってありますけど、本当は30冊ぐらい買ってんのよ。紹介できる範囲で紹介してますから、10冊ぐらいでもういつも紹介するようにしてるんですね。はい。まあそんなところで、まあ今回もやっていきましょう。で、まずね、2冊一気に紹介しますけど、 まずはこちら、コレットの青い麦っていうのと、あとはベルヌの80日から世界一周の上官ですね。 これはどちらも公文社の古典新訳文庫ですね。どっちも青なんですね。青はまあフランス文学です。80日間世界一周はね、80日間あれば世界を一周できるっていうのの掛けをした後に出発するよっていう旅行機っていうかね、フィクションの旅行機みたいな話で、ちょっとね、これまた下巻見つけたら買おうと思います。持ってませんね。コレットもね、読んでないですけど、なんか16歳と15歳の恋愛の話ですね、これね。で、そこへ現れた年上のうち 美しい女性の存在が2人の間に影を落とすっていうさなんか16歳15歳って若いよね。 若い恋愛もね、なんか見ててうィういしい感じするけどね、まあ別れるんだろうなとか思ったりもしちゃう、歪んだ心なんですけど。これは言わない文庫で持ってますけどね、ちょっとまた読もうと思いますね。で、続きましてこちら買いました。これ、イブセ・マスジ先生のね、柿ツバタ無心蝶っていうね、慎長文庫なんですね。いや、久しぶりね、慎長文庫のね、近代文学見つけたなと思った。イブセ・マスジ先生はね、黒い雨とか、三椒語とかで有名ですけど、新重者から結構出てて、僕の持ってるね、イブセ・マスジ結構持ってる いいですよこれよくないですかタチ人コ村とか山椒楊拝大長本日急進とかね駅前旅館とかいろいろあって言わない文豪でもねイブセまスじって結構あるんですよねでもちょっとずつ集めてるんですけどあんまり見ないですね なんで、今回これがね、ゲットしたということでね。いや、嬉しいですね。また見つけようと思います。で、続きまして、こちら、買いました。これね、伊藤聖光さんのね、我々の恋愛っていう本で、いや、これ前から欲しかったのよ。伊藤聖光さん僕大好きで、呪文学のね、小説よく出してるんですけど、これ多分群像にね、掲載された本で、単行本もね、先日買ったんですけど、もうすぐ文庫本ね、見つけちゃって、やったと思ってね、買ったんですけど、世界15カ国の恋愛学者による会議で、20世紀最高の 恋愛に選ばれたのは日本の片隅に住む若い男女の世にも奇妙な不器用な恋だ20世紀最高の恋愛ってさいい響きだよね伊藤聖光さんねほんと好きで やっぱり、呪文学の一つのあり方を出してんだよね。意外とね、色物扱いされかねないけど、ちゃんとね、評価してほしいわ。二回芥川賞の候補になったりとかしてんだよね。で、ノマ文芸新人賞も取ってますけど、西馬賞とか取ってもいいと思うけどね。これもちょっとまた読んでみようと思いますね。絶対僕好きだと思うわ。で、続きましてこちらね。これね、原賢也さんのデザインの目覚めっていう本で、 川で文庫ですね。あの、この表紙よくない。線が一本だけあるっていうね。シンプルなね、イラストですけど。 まあ、日本を代表するグラフィックデザイナーの校長って書いてて、日常の中に、とした瞬間に潜むデザインという考え方を丁寧に作ったエッセイ。僕ね、もうデザイン力全くないんで、絵も描けないし、歌も下手だし、何もできない人間なんですけど、ちょっとこれでね、勉強しようかなと思ったりしてますね。カーデ文庫もいい本出すんだよな。で、文庫本最後ですけど、こちら。これね、森厚さんのね、マンダラ気候っていう本で、ちくま文庫ですね。森敦氏ってね、1973年に、 ガッサンで芥賀賞取ってるんですけど実はもともと1934年とかに連載とかしてたんだけど途中で10年ぐらい何にも書かなかった時期はあったんだけど突如戻ってきて芥賀賞取ったりするっていうねでその小説家なんだけど実は言語論宇宙論にも独自の見解を示しいろいろ本出してるとまあこれも一つですよねマンダラの話らしく僕もねマンダラってね惹かれるところがあって仏教文化やっぱ僕大好きだと思うんで最近は般若 音業をね、聞きながらジョギングししたりととかしてるんですけど、ちょっとこれも読んでみようかなと思いましたね。こっから単行本になりますけど、こちら買いましたね。これね、堀井健一郎さんの文庫本は何冊積んだら倒れるかっていうね、本で、これ前から気になっててね、買いたいなって思ってたんですけど、例えば、ぼっちゃんのしおりは何ページに挟まっているかとか、うろうぼえのベスト10とかね、小説をめちゃ速読してみるとか、そういう本にまつわるね、ちょっとした調査とか、 実験とかをやってるエッセイみたいなやつなんですけど、これ何がね、僕気になってたかっていうと、 岩波文庫について二つあるんですね。それは岩波文庫の緑メンバーの生年を調べてみるっていうのと、あと岩波文庫緑の結番を調べてみるってあって、これ僕岩波文庫集めてるし、特に緑の話だから、ちょっと欲しかったんだよね。ただね、これ結番っていうのは、絶版のことっぽいんだよね。何番が何番とかね、書いてるんですけど、これ分かりませんみたいな書いてんだけど、僕分かってんだよね。141番が何かとかは、僕もう 調べてるのでわかるんですけど、これね。 そんなにね、なんか僕のためにはならなかったね。このページはね、まだ全部読んでないんで、ちょっと読んでみようと思いますね。こういう本にまつわる本ね、どんどん読みたいですね。残りね、4冊ですけど、こちら買いました。これね、海光岳氏の主玉っていう本で、文芸春秋、絶筆と書いてますけど、これ箱入りなんだよね。あんまりね、こういう箱入りの本って、ブックオフにそんなにないイメージあるんだよね。で、文春文庫でも僕持ってるんですけど、これ。海光岳氏もね、言わない文庫で入りましたから、 そっちも欲しいんだよね。介護だけし短編集っていうやつあって。あと、耳の物語の生俗が入ってますよね。3冊入ってんですけど。ちょっとそっちも欲しいですね。ね残り3冊ですけど、これ買いましたね。これね、松浦里恵子さんの最愛の子供っていうね、本で。ここに書いてますけどね。第45回。泉教科書受賞と。僕はこういう文学賞は、あらかじめ調べておいてね、売ってたら買うということしてますけど、泉教科書もね、ちょっとね、どんどんね、買っていきたいんですよね。 ま、松浦理子さんって言ったらね、献身とか、親指 P の修行時代とか、結構性的な話っていうかね、反応とフェミニズムみたいな、そういうのを書いてるイメージありますけどね。また買ってこいと思います。まあ、残り2冊ですけど、こちら買いましたね。いや、これ前から欲しかったのよ。オンユーチューさんのラ来クの家っていう本で、オンユーチューさんは台湾生まれで、東京に住んでいて、日本語で小説を書くと。で、2009年に皇居高来化っていうのでね、スバル文学賞を仮作取ってるんですよ。 なんと、この来福の家の中に、スバル文学賞の仮作が入ってるんですね。だから、これがいわゆるスバル文学賞の本と、僕は位置づけて、前から欲しかったと。ただね、これね、確か3000円とかね、値上がってたんですよ、ずっと。さっき調べたら1000円ぐらいに収まってましたけど、だからね、いやー、これなかなかないかと思ってたら、普通にね、ブックオフで200円で売ってた。<laughs> びっくりした。初めて見たもん、だって。 結構ね、ジュム学の本って、初めて見ることがあって、前から存在は知ってるけど、お初めて見るぞみたいな本だよね。まあまあありますよ。一語一会ってよく言いますけど、あなたは前から知ってたけど、初めてお会いしたわみたいな、そういう面白さあんのよ。人で考えたらさ、ちょっと感動でしょ君の名はみたいなさ、世界だと思うんだよね。いや、そこが好きなんだよね。これもちょっとね、読んでみようと思いますね。で、最後ね、最後なんですけど、こちら、変えました。 これね、村田さやかさんのね、授乳っていう本で、講談社から出て単行本なんですね。この授乳が本当に前から欲しくて、で、なんでかっていうと、これは村田さやかさんのデビュー作なんですね。文庫でもね、出てるんですね、授乳は。しかし、これ Amazon でね、皆さん調べてください。 授入ね、一切取り扱いされてないんですよ。中古品ですらないからね。つまり、単行本はもう絶版。そして中古も一冊も出品されてないわけですよ。つまり、もうネットでは買うことができないんですね。これなんとね、700円で買ったんですよ、僕。いや、僕は貧乏だからね、いつも100円だとか200円とかで本買ってますけど、そんな僕が700円でも買うということで、あの、知り合いが一緒にブックオフ行ってたんだけど、びっくりしてたもんね。えみたいな。700円で本買うこと あるんだみたいなって驚いてましたけどでも僕も自分で驚いたけどこれデビュー作で群像新人文学賞取ってるんですよそれはいつか僕はやっぱコンプリート目指してるんですけどやっぱり事前にね全部調べるとやっぱりこれはもう売ってないので入手を諦めてたんですねそしたら700円で売ってたといやびっくりしたこれも初めて見たよねだからこの授乳はねちょっと奇跡的でした読もうと思ったら文庫で出てるんで文庫は安いですよ正直文庫は全然絶版になってないんですけど だからこの単行本の価値っていうことだよね。やっぱ所有欲っていうね、厄介なね、欲求に僕は負けて本買ったりするんで、よかったなと思いますね。まあそんな感じで、この11冊買いました。全部いいやつでしたね。なかなかの本買えたんじゃないかと思いますね。まあまたね、文学小系だとか、いろんな本系だとか買ってこうと思います。はい。今回は終わり。高評価、コメント、チャンネル登録ね、どうぞよろしくお願いします。ではでは、つかちゃんでした。バイバイ。